日の名古縁文三年二月二十三日は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての女房。黄金天皇天子名は、元子も。通称は、竹向。父は、日の氏名。夫は、西音寺公衆。日記、竹向書の筆者として知られる。日の氏名を父に生まれ、母は、正室の日の寄りの部女と推察される。 はじめご伏見委員に女房として仕えた。現行元年、黄金天皇戦争の折に天寺に任じられ、同二年に黄金天皇即位の朝天寺を務め、十三味に助せられる。翌年、西恩寺公衆と結婚する。兼務二年、夫が兼務政権へ無本を企てたという過度により、軽視したが、この事件と、その前後のことは日記、竹向き書きには記録されていない。その後、 長男の西恩寺佐根都市を出産する。略王三年北山台に移住した。その後、名護は、石山、鴨社、岩清水、春日社、初瀬などに参拝し、それらを竹向垣ききに記した。上和三年、年来の祝願であった十一面観音の像を、増流、三神堂において、供養をする。演文三年二月二十三日没。名護の日記、竹向きが、 木は、玄徳元年12月28日の東宮玄服の記述から記筆され、上は五年後金院、五後金院の北山大美行同年の花見の記事までが書かれ、最後に前編の罰か二種が置かれている。内容は、宮廷行事の記録、物物で破事、夫とのやりとり、この生育記録などである。五条最古は著作、竹向が、危険究において、 記録することを強く意識して書かれていると述べ、また挿入される映画は京国派の和歌が目立つところから、名護の教養基盤が、同派の和歌によって形作られたと考察している。公営から上和年間にかけては、自らの仏道修行の思考も参見され、岩佐美代子は、竹向が、既前注釈の解題に、名護の信仰告白について、著しく、理性的、自制的と述べる。 ありがとうございます。